けない。黄色い旗立ててもらってるんで、黄色い旗のところ行こうかなと思ってるんですけど。ね。遠くのね、黄色い旗の方に行こうかなっていう。リレあっち側のね、黄色い旗にね、行きましょう。あ、やべ。ちょっと水じゃなく酒でいいや。酒飲むか。待って、食料ね。食器でも食べとこ。ここですね。ここで亀が取れるって言ったんですけど、私が行きたいところはあの先なんですよね。まずは。これは嬉しい。めっちゃ作ってもらってる。あざっす。これね、あんまり食べ過ぎないようにご注意くださいね。ちょっとね、ある方にね、こう作ってもらってたのかな。旗作ってくれたのにね、嬉しいですね。なんか、チャリーン、チャリーン、チャリーンって作って。その時、びっくりした。はーい、じゃあ私、船行ってきまーす。船の場所にね、行きまーす。船にね、来ましたね。来る方は来てもらって、何も取ってない方もいると思うんで。そういえばなんですけど、あとあとお金の使い道があるらしいですよ。そこ開かないですよね。ロックされてるとこ。あ、ロックされてるところは開かないらしいです。な、カードがいるみたいで。ですね、カードいります。カードあったんだけど、使えなかった。あのカードじゃないの？え、どこにカードですか？あ、なんかブラックのカードかな？キーカードっていうの。ドアを開けるのに使用可能。ブラックカードですか？ブラックカード？いや、キーカードって書いてある。言ってるのって。え？ブラックカード？キーカードって書いてある。あ、これ多分カード。キーカード。キーカード？ブラックカードじゃないです。ああ、ブラックカードなんかあるの？なんかブラックカードというか、なんかカードが洞窟にあるで、なんか誰かカード取りに行ってましたよね。そうか。キーカードは違うんですか？カードはわかんないです。なんか洞窟探索で誰か3人ぐらい行ってた気がするんですけど。いや、行きました。え、メロンさん。あ、行きました。メロンさん、キーカードで開けますか、あそこ。洞窟探
則のカードだった気がするんですけど。持ってないけど、キーカードでいいんですよね。キーカードでいい、よかったっけど。持ってますよ、キーカード。なんか姉さんが教えてくれたじゃないですか、うん、あのキーカード持ってるけど開かなかった。開かなかった、開かなかった。あ、じゃあそれをなんか使うかなんかでしたっけ。なんか全然反応なし。それを使って違うところを開けて、うん、その違うところをカードで、そこでカードを手に入れるとかでしたっけ。ごめんなさい、ちょっとほとんど無知で、もう言いにくいね、もう言いにくいですよ。あ、布欲しい、布もらうぞ。ああとお金なんか後から使うらしいですね、本当に。なんか近代的なところに出るらしいです。なんか姉さんが後半自販機あるって言ってましたよね。なんか、うん、なんかそれが気になって気になって仕方ないんですよ。ネタバレなんですよ、ね、ネタバレなんですか、マジか。あ、でも言うて私はもう動画見てるんで、少しだけは。えみたいなね、すいませんね。ポッキーさんの動画見てるんですよね、たまーに。なんで少しは知ってるんですよ。ほんの少しですけどね。あれ、これ共有なのか。ここら辺探索しますか。なんかポッキーさんの動画見てて面白いなと思ってそっから見てるんですけど、最近ザ・フォレスト出してますよね、思ったんですけど。まあ、結構 YouTube 見る派の人なんですけどね、私。YouTube 見ていろいろこういうゲーム買ってますよ。え？ 3 日で全クリ？すごくない？すごすぎ。私。え、シングルで？マルチならわかる。え、シングルですか？あ、登れない、泣きそう、これ登れないんだけど。登れない、答えてくれない。登る方法を教えて。無理なんだけど。すごい。なんかあるの？私めっちゃ動画見てますよ。こもともとポッキーさんが実況してたやつは見てるんで、少しは知ってるんですよ。にゃー、ダメだ。あ、ごめんなさいね、気持ち悪い声出しちゃって。なんか落ちちゃったりすると毎回にゃーって言っちゃうんですよ、本当に悪い癖でね。もうんだけど、どういうこと？登れへん、無理や。いや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 、わかんないですよ。いやー、ダメだ。いけたー、やった。猫の生まれ変わりなんでしょうかね、本当に。そんなくらいニヤニヤ言ってますけどね。
なんか、びっくりしたら、にゃーって叫んでますからね。軽くなってきましたか。なんとなく。なんかみんな、普通に動いてる。あ、銃作りたいですね。銃取りに行きましょうや、パーツ。銃。あ、なんか、あっちなかったですっけ。もしかして私じゃないですよね、これ。誰か抜けた ?4 人になってるか軽いに。新しく入ってきた人が重かったんですかね、これ。まあ、人が増えれば重くなるかし。あっちありませんでしたっけ、銃のパーツ。はーい。誰か教えてくれません？私わかんないですよ。死んでるんだけど。復活させてまーす。OKでーす。どうですか？ドキドキ。ちょっと待って。どこ？ねえ、見えない？あれ？ここって言われてるけど、わかんない。どこにいんの？あ、そこか。はいはいはい。はーいは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 い。ごめんなさいね、うざくて。夜更かる、もう来。あ、ここか。座って、ダイナマイト置きたい。ダイナマイト。海飛び降りたら死にますか。あ、なかった、ダイナマイト。炎しかない。届かない。ダイナマイトってどこあります？ダイナマイト、ダイナマイト。いけない。ああ。誰か持ってる人います？持ってたら置いてもらって。それ、ダイナマイト。あ、布団もある。どんどん。爆弾？そう、切れ。爆弾や、それって。あー、じゃあ、取りに行きましょう、皆さんで。ダイナマイト。ダイナマイトってどこありましたっけ？洞窟、いっぱいある。洞窟取りに行きましょうか。せっかくですから。じゃあ洞窟行きますか。せっかくですけど。あ？いや、一応入れるというよりか、入ったら透明だったら、なんかちょっとおかしくなったっていうだけです。はい。洞窟。洞窟、青の家のところの近くにあったです。あの、姉さんが作ってくれた家のところに。姉さんナイスです。ガチでナイス。姉さん、待って、姉さんの家のところにいるんだけど、原住民が。ちょっと、じゃあ私、あの、姉さんって呼ばせてもらいたいんですけどね、正直言って。ね。もうほんと、お姉さん的な存在なんでね。いやーなんか、これすごくないっすか？この家。ほんとに思ったんですけど、これ姉さんが作ったんすよね。姉さんの代わりに、あの、この原住民やっといてあげましょう。姉さんの代わりにこの原住民やっておきましょう。あの、死んだらどっかに住んでいてくれません？できればですけど。
とお姉さんに恩返しとしてこれをやってあげたい。ねえ、本当にね、こんな場所を教えてもらったんですよ、姉さんには。なんでね、お返しとしてね、こういう原住民は倒してあげとかないとね、私たちが、私がですけどね、本当はこっちがね、代わりにね、姉さんの代わりにね、やってあげとかないとって思って。あ、ごめんなさい。今棒が欲しいんですよね、正直。姉さんに、さっきじゃないですけど、オーナーになってるのかな、姉さんは。姉さんオーナーになってるなら、ちょっと姉さん呼びたい。出てきて。なんか姉さんと便利になったんで、ガチでこの拠点すごくないですか。なんか姉さん一人で作ったみたいで、なんかその間だけ破壊させてって言われたんで、あのね、本当にね、こんなの作ると思って、もう本当に感動ですよ、すごくて。この中一旦入って、あ、これって姉さんの家だったっけ？だったよね。家の内装見ればわかる。鍵閉められてるー。だっけ？え、待って、どっちとも入れないんだけど。あ、家の中だった。あの、ここです。ここ入れますよ。あ、みんな入ってんの今。え、みんな入ってるんですか今。入ってるなら入ってるって言って欲しかった。あれ、みんな入ってるなら入ってるって言って欲しかった。あの、お姉さんが教えてくれたんですけど、なんかあのスキューバダイビングのなんかがあるらしいですね。ここダイナマイトありましたっけ。ありました。なんかなんかすげえ重い。重い重い。
こですか金って。ダイナマイトありました？なかったですか？なんか情報がある。ここダイナマイトありました？何回も聞いちゃいますけど。どっちですか？はーい、ちょっと待ってくださいね。行きたいんですけど。待って、キュー、あれ？って聞こえたんだけど。こいつは。ちょっと待ってくださいね。それをタコ野郎って言ってんだ。なんかいろんな人は呼び方違うくてわかんないよ。なんか一人一人で呼び方違って。わかんねえ。行きましょう。タコって言ってるんですかみんな。なんか他のやつは手足ハイハイマンとか言ってましたよ。なんか手足ハイハイマンとか、なんか手足ハイすぎて笑ったってやつとかなんか言ってます。そんな感じ。なんか手足生えて笑ったやつはもう爆笑しましたよ。ここ地下下がれる。ダイナマイト、ダイナマイトありました。ダイナマイト。これ。炎。スナック。点点点。なんもない。何やってんの？なんか銃撃てるぞ。地下あるんでそこ行きましょう。